殺すんなら殺せよ。俺はこの町で生きるって決めたんや。この町の子供たちに未来を、そして希望を与えたんやって。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター、おかちです。自分一人がやっても変わらへん。どうせやっても無駄や。以前の僕がそうでした。でも、それは、嘘やった。たった一人の熱狂で世界は変わる。もし今のこの状況が本当に嫌やったり、どうしても救いたい人がいるんやったら、僕の話を聞いてほしい。世界を変えた一人の男の物語です。あなたに聞きます。もし自分の家に火炎の瓶が投げ込まれたらどうしますか？もし朝起きたら隣の人同士が銃で撃ち合いしてたらどうしますか？僕なら引っ越すよ。だって危ないやん。でもその男はその街に残ることを決めました。子供たちを救うために。その男の人、名前はロブ。おかっちがアメリカに留学していた時に一緒に働いていた学校のリーダーです。その学校はギャングとギャングの間にある学校。だから毎日のようにギャングとギャングが喧嘩してんねん。実際おかっちがそこに行く一週間前、そこの学校の中でギャングが入ってきて、子供が、小学5年生の子供がナイフでめった刺しにされた。おかっちが働いてる時もそうやった。3階で仕事をしていた。その時にバンバンバン音がしました。で、窓の外を見たらギャングが逃げていく姿が見えた。そのロブはその姿をスマホで録画して警察に送ってたよ。その町、リトルビレッジって言うんだけど、そのリトルビレッジにロブは25歳の時に引っ越してきました。その数日後やで、その数日後に自分の家に窓から火炎の瓶が投げ込まれて、実はそのちょっと前の日にロブがギャングがやってる悪いことを警察に通報したんよ。それをギャングが知ってしまって怒らせてしまったんよ。俺はお前たちのことを確実に殺すからな。そんな声が聞こえてきた。どうしますか？いや、引っ越すやろ。だって大切な家族もいるよ。自分の命も守りたい。大切な家やった。燃えそうになった。引っ越すよ。町から出ていくよ。でもロブはその町に残るってことを決めて、俺がこの町の子供たちの未来を救う、そう決めたんよ。だって想像してください。ギャングとギャングの間に学校がある。危ないやん。外出られへんねん。だから子供たちは外にも出たいけども外に出られへんっていう危険と恐怖を抱えながら生きてんねん。で、どうせ自分がやっても変わらへんやろうなって。だってギャングを倒すことできへんから。警察も諦めてんねん。ね、どんどん自信がなくなっていく。で、こんな街は早く出ていきたい。街に希望もない。楽しくない街。明るくない。実際ね、その街の半分の子供たち、半分の高校生は、自分が卒業する前に学校を辞めて、街を出ていく。もしくは、ギャングになる。その二つやったんよ。出ていくか、ギャングになるか。それを変えたかったの、ロブは。大人になること、大きくなることは楽しいことだと。ワクワクすることなんだと。そういうようなことを子供に知ってほしい。だから俺は安心で安全に体を動かせる。そしてやりたいことが学べる。そんな学校を作りたいんやって。ロブは決めたよ。危ない。危ない街を安心で安全に遊べて学べる街にしようって。
周りの人たちと周りの人たちに言うた。俺はそういう街を作りたい。そして協力してもらったんよ。普段やったら危ない道路を封鎖して、普段やったらあんまり遊びに行かれへん公園もちゃんと封鎖して、そしてその中で思いっきり体を動かして、そして学べる場所を作ろうと。町の大人が教えるバスケットボール、そしてサッカー、フィールドホッケー、それで算数とか国語とかも教え合って遊び合える、そんな環境を作ろうと。それを20年間やってきた。でも本当に簡単なことではなかった。だってギャングはおとなしくない。お前らいつまでやってんねんって。また火炎瓶が投げ込まれたよ。銃で脅される。でもロブは言った。殺すんなら殺せよ。俺はこの町で生きるって決めたんや。この町の子供たちに未来を、そして希望を与えたんやって。でもその時はもうロブは一人じゃなかった。周りには、後ろには力を貸してくれる大人たちがたくさんいたんよ。そう、最初は一人やった。でももう一人じゃない。そして少しずつ変わってったその街は。で、20年経った今では、昼間そこに行ったら子供たちがバスケットボールをしている。そして休みの日は一緒に大人たちと勉強している。そんな安心で安全に遊べて学べる場所が作られてきた。一人やってた、最初一人やった。警察も諦めてた。でも一人のロブの思いが街を変えた、世界を変えた。ロブは俺に教えてくれた。本当に解決したいことやったら、どうしても世界を変えたいんやったら、自分を信じる。どうせ無理やじゃなくて、自分ならできるって信じて一歩踏み出していく。最初は一人や。周りからバカにされる。あいつ何やってんの、バカちゃう、変人ちゃう、バカにされる、変わってるって言われる。一人かもしれへん。でも自分を信じて一歩一歩行動して踏み出していけば、それに力を貸してくれる仲間が現れる、味方が現れる。そしてそういうところから少しずつ世界は変わっていく。ちょっとずつ世界は変わっていく。それをロブは俺に教えてくれた。だからあなたに伝えたい。自分を信じよう。自分ならできるって信じる。そして世界は変わるって信じる。最初は一人や。誰も聞いてくれへん。でも言い続ける、やり続ける、行動し続ける、立ち上がり続ける。そうすれば少しずつ、1センチかもしれへんけど、ちょっとずつだけど世界は変わっていく。そして味方ができている。自分の周り、自分が手を伸ばす範囲から少しずつ少しずつ、自分が作りたい世界が、今この問題が、今のこの状況が少しずつ変わっていく。俺はそれは絶対信じてる。自分ならできるって、そしてこの世界は変わるって信じてる。俺がやりたいこと、俺がやりたい世界は、自分なんて無理じゃなくて、自分ならできる、そういう風に一人一人が思える世界に変えたいね。だって一回、たった一回生まれてきたこの命やで。この命を最高の自分を表現して、ね。で、毎日生きていてよかったなって、そんな喜びに溢れる、そういう世界を作っていきたいね。だから俺はこの YouTube をやってる。この動画を撮ってる。まだ全然届いてないと思う。でも、俺ならできるって、そして世界は変わるって信じて、毎日投稿してる。だからみんなも、そしてあなたも、あなたが本当に変えたいと思ってること、本当に嫌やと思ってるこの世界があるんやったら、諦める前に自分を信じて一歩だけ進んでみこ。俺もやるから。そしてあなたなら絶対にできるから。俺はあなたを信じてる。はい。ということで、そうだったんですよ。ロブさん、ほんまに僕に力をくれて、
まあそこに住んでて、住んで一緒に働いてた期間は3ヶ月って短かったんですけど、で僕自身も危険やなって、危ないなっていう思いも何度もしたんですけど、そこでね、毎日触れ合ってる、向き合ってる子供たちの笑顔が本当に本当に美しくて素晴らしくて、それにね、逆に力をもらって俺も頑張れた、はい、という話です。ということで、このミスターおかっちのチャンネルでは心を動かす動画をどんどん投稿してます。心が動けば生きる喜びになるっていう風に信じているから、もしちょっとでも元気になったなっていう方がいたら、高評価ボタンを押していただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録も押してくれたらめちゃくちゃおかっちが喜びます。はい、ということで、今日はこんな感じでした。以上です。またお会いしましょう。さよなら。よく生き残れたわ。